1年ぶりにゲスト来てもらったんですよ今回。はい、ライターのパトさん。パトさん、パトさん、あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、突然ですけどね、ゲストも来るの1年ぶりですよ。そうですね、松見さん、パトさんご存知でした？僕はすごく長い記事を書く人っていうのはですよね。記事がすごく長い人っていうイメージなんですけど、うん、はい、多分リスナーの皆さんも絶対記事見たことあると思うんですよね、うんうん、パトさん主に書いてるのはスポットとかですか？そうですね、でもまあ結構多分皆さん読んでると思うんですけど、うん、最後まで到達しないんで、はいはい、ライター名を見てない人ほとんどだと思うんですよね。途中で力尽きると、そうですよね、一番下に書いてありますもんね。長いので有名だと、シベリア鉄道を最初から最後まで乗るとか、はいはい、あと、はい、青春18切符で南から日本縦断するっていう、はい、あれすごいっすよね。あれもなんて言ったらいいんですかね、うん、長いの書いてやろうとは思ってないんですけどね。1記事だけど文字数が半端ないし、そうですね、ちょっとページ数も半端ないし、読み合うのに3日4日かかるんですよ。なんかコメントで昔しおり機能が欲しいって言われた。、うん、そうなんですよね、もうなんか何日もかけて読んでられるみたいで、はい、すごいよね。まあ、あとリンク貼っとくんで、うん、まあ、読んだことある人結構いると思うんですけどね、うん、もう一回4日ぐらいで見てほしいですね。写真もあるんですごいことなんですね。あ、そう、写真の枚数もね、一番長いので1記事12万文字ぐらい書いたことあるんですけど。本じゃないですかそれも。で、写真が300枚とかですね。1記事で。で、昔は原稿、はい、ワードに、はい、で組み込んだ原稿を編集部に送ってたんですよ、はいはいはい、そしたら編集部が入稿作業がもう本当に面倒くさくなったらしくて、300枚画像なんで、はいはい、もうアップロードだけでも大変なんで、うん、最近パスワード教えてもらって自分で入稿しろって言われるようになって、CMS 次回入れようぞ。だってそのワードファイルの容量すごそうだもんね。昔よく分からずに、はい、一眼レフで一番いい画質で撮った画像をそのまま添付してたんで、はい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 、画像が300枚とかあるじゃないですか。送るとき3ギガぐらいになってるじゃないですか。テキブロ記事で記事なのにファイルサイズが3ギガみたいな状態になってる。ひどいっすねそれね。メールで送れなくなっちゃって、なんかどっかにアップロードして、自分のホームページにアップロードしてダウンロードしてもらうとかやってましたもんね。そのレベルのライターは見たことがないですね、うんうん、そんなパトさんですが、はい、簡単に自己紹介をしていただいて、はい、自己紹介、何からしたらいいですかね。年齢がですね、今年で43歳ですね、はい、結構いいおっさんです。43歳で、まあ、ライターをしつつ普通に会社員として働きつつ、うんうん、八王子というとんでもない田舎に住んでるんですけど、まあ、とんでもなくはないですけど、まあ、東京都八王子市、東京都八王子です、はい、そんなところですかね。で、昨年の誕生日にですね、はい、ライター仲間やですね、友人たちからですね、1000本ストロングゼロ商品名 OK ですかね。大丈夫大丈夫。1000本ストロングゼロもらいまして、はい、で、すごい大喜びしたんですけど、はい、1年持たないうちに全部なくなってしまいまして、はい、毎日ストロングゼロを飲む生活をしております。パトさん、はい、パトさんありがとうございます。ありがとうございます。ストロングゼロ1000本ってかなりの量ですよね、うん、ですね。誕生日いつだったんですか？8月9日なんですよ。あ、じゃあもうすぐ1年で、はい、1年で、ツイッターで、はい、まんじゅう怖いっていう落語があるじゃないですか。ありますね、はいはい、まんじゅう星男まんじゅう怖いみたいな、あれのパロディーで、はい、ストロングゼロ怖いっていう感じで、うん、もうストロングゼロがいっぱい来たら床が抜けちゃうみたいなことを書いたら、はい、本当に床を抜いてやろうって有志たちがお金集めて、はい、ドーンと1000本食って10万いくらですかね。1000本いきなり宅配便で届きまして、うん、前の日に黒ネックスペース大丈夫ですかそれ。もう玄関に置いてたんですけど、はいはい、玄関って結構丈夫な作りしてるんですよ、うんうんうん、床がで全然抜けなかった。抜けたら大変なことですもんね。もうね、でももう前の日に黒猫山とから電話ありまして、はい、商品名は言えないけど、うん、明日家にいますかっていうことで、ね、絶対再配達してなかったんでしょうね、うん、7時に いますかって言って、うん、あ、いますけど、絶対行ってください絶対って言って、すごい念を押されて1000本届きました。40何箱ですか、ね、40ケースですね。1個20、ね、24個入ってるからね、うん、パトさんはですね、この今のリスナーの方だと、はい、こうブログから入りましたとか、結構若い方もね、はい、20代の方とかも聞いてくださってるんですけど、はい、テキストサイト、はい、そう、僕ね、テキストサイトって、はい、実は全然馴染みがなくて、はい、20代前半のなんかネット楽しいなと思った時はすでにブログっていうものがあったんで、はいはい、テキストサイトよく分かってないんですよ、うん、夏目さんも多分そんな感じですか。そうですね、年代的にはね。なのでテキストサイトって何なのかっていうのを
ちょっと聞いてみたいなと思ったんですけど、ですね、まあ、僕らが20代ぐらいの頃にやっとインターネットって結構、うん、あの一般的にといってもまだちょっとあの理系の学生とか、はい、オタクな人とかがやってるぐらいで、うんうん、今みたいにそこら中の人がスマホでやってるという時代ではなくて、うんうん、まあ、結構ちょっと手間のかかる趣味だったんですね、はいはい、で今回線速度もそんなに速くないので、それは99年とか8年、もうそれぐらいですね、もう2000年になるかならないかみたいなですね、はい、パソコンもですね、はい、ノートはすごく高いんで、うん、基本的にデスクトップで、はいはい、もうしかもすごいでかいブラウン管のディスプレイで、奥行きのあるやつですね、すごい大きいやつで、はいはい、それでも20万30万するような時代で、だから本当ちょっと年齢がいっててオタク趣味な人たちがやるような時代 で、うんうん、でまあ、回線速度も速くないんで画像もですね、あのアメリカのサイトからちょっとエッチなやつをダウンロードしようと思うと、はい、結構時間かかるんですね、上からじわじわ来るんですよね。でだからもう文字しか載ってないホームページっていうのが基本的に主流で、で当時はですね流行ってたんですけど、はい、あのプロバイダーを選ぶときに、うんうん、どれだけ自分のホームページ容量がついてくるかっていうのが一つの指標だったんですよ、うんうんうん、ホームページスペースが500メガついてきますとか言ったらみんな喜んでそこで契約するんですねそうすると自分で500メガホームページの今じゃ写真1枚で終わっちゃうっていう、終わっちゃうんですけどで500メガ自分でホームページ作ったときにやっぱりみんな大体日記を書くんですよね、はい、まあ他に情報発信できることってほとんどない、まあ、写真載せられないし動画なんて絶対無理だし、音楽も無理だし、まだMP3 とかもない時代だと思うんで、うん、ウェブファイルで載せたらもうそれだけで大変なことになるんで、日記しかないと、日記しかないんですね。で、まあ、皆さん日々の日記を書いてたんですけど、やっぱそのうちちょっと面白いことを書く人とか出てくるんですよね、うんうん、あの日々のあったことではなくてちょっと受けを狙うようなこととか、はいはい、うん、ちょっと革新メーター、はい、なんかコラム的なことを書く人とか出てきて、うんうん、もうそれに特化したホームページとかができてきて、その中で一つのグループでテキストサイトっていうのができたんだと思うんですよ、うんうんうん、で一番決定づけたのがリードミーっていうサイトがありまして、はい、そのリードミーに登録してあの配布されるアイコンがあるんですよ、はい、あれをホームページにベンって貼っておくと、うん、それが読み込まれた回数で毎日ランキングが発表されるんですよ、テキストサイトランキングっていうのが出ると、ランキングみたいなのが、うん、でその上の方に行くとやっぱすごいすごいことで、まあ、うん、皆さん聞いたことあると思うんですけど、サムライ魂とかです、はい、聞いたことあります、はい、ああいうすごいサイトが軒を連ねてるような、うんうんうん、あれで一つのあそこに登録してるのがテキストサイトみたいな考え方ができるようになったんですね、うん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 、でそれがずっとあって、まあ、でも結構人気ありましたよ、やっぱ当時はテキストサイトやってる人たちはですね、2000年前後という感じですか、はい、でテキストサイトのオフ会とかも結構あってですね、今では結構イベン、はいはい、リアルのイベントって結構普通ですけど、うん、当時結構画期的で、うんうん、であとは何ですかね、でそのうちネットが強化されてきて、はい、ラジオとかするようになってきたんですよ、管理人、今のこの感じみたいにですね、昔もそういうのあったんですね、 あのネトラジっていうサービスがありまして、はいはい、好きな方がやってたんですよ、趣味で、うんうん、でそれがライブドアに買収されて、あ、そうですね、うん、ライブドアのサービスでやってたんですけど、もう皆さんこぞってやってましたよ、うんうん、こういうラジオ的なのですね、なんか一周回って今こうなってる、一周回ってる感じですね、だからブログやってポッドキャストやってっていうのはね、だからどこのコミュニティでもですね、その最初始まりがあって人気が出てきて、イベントとかやるようになって人間関係のいざこざが出てきて、うん、最後崩壊するっていうまあ同じ歴史繰り返してるんですよね、 どのコミュニティも、うん、だから例えば YouTube とか見てると、はいはい、多分そのうち崩壊するんじゃないかなとかですね、まあ、今すごい人気出てきてね、うん、リアルに人を動員してきて、そのうち人間関係の大事件が起こってですね、まあ、テキストサイトとかもそうなんですけども、ブログ界隈とかもやっぱ同じこと繰り返してますもんね、まあ、そうかもしれないですね。じゃあテキストサイトっていうのはネット回線の弱さゆえ文字しか書かれなくて、はい、だから文字が面白い人が出てきて、そうです。でとある記事によると2000年頃、90年代後半から、まあ、2000年頃に主にあの出てきて、うんうん、2004年頃にあの死んでいったという記事がそれはやっぱあれですか、回線太くなったからもう写真も動画もブログもみたいになってきたとか、一番の要因がやってたのがほとんど大学生なんですけど、はい、就職したんだと思うんですよ、うんうん、あ、なんかバンドみたいですねで基本的に今と違って、うん、お金になる時代じゃないというか、うんうん、お金にすることが結構悪な時代だったんですよ。へ、つまり広告を貼るだけですごい叩かれる時代だったんですよ。そうなんすね。お金をもらわずにやるのが美徳とされる時代で、だからみんな好きでやってるって言うんですけど、まあ、そんなに広告も強い時代ではなかったんですよ、まあ、アドセンスがないですもんね。ないんで、うん、でも
やっぱりお金も儲からないんだったらそんな続かないですよね、うん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 、でみんな就職していって亡くなっていったっていうのが一番の、うんうん、はあ、そうなんですね、はい、そっか、お金儲ける仕組みもないし、かつそれをやるのが粋ではないというか、そうなんですよ、悪だみたいな、悪だみたいなのがあるんですよ、うん、もったいないですよね、でもね、うん、お金儲かる仕組み作ってみんな面白いこと告げられた方がね、そうなんですよ、絶対ですけどね、だからあのちょっと閉鎖的なコミュニティではあったと思うんですよ、見てる人たちも。じゃあその当時の大学生っていうのが就職してちょっと辞めていって、はい、今パトさん世代の40代前半という感じなんですね、はいはい、ぐらいですね、で家庭もあって家庭もあってそっか20年前って感じですね、じゃあね、そうですね、うん、でその頃にあのテキストサイトで活躍してた方々が、うん、結構今でも、うん、なんだろう、このブログでね、はい、結構あのお金が稼げるようになったりとかする時代になって活躍されてる方も、それいいことですよね、うん、一周回ってネットに戻ってきて、でパトさんみたいにいろんなサイトに寄稿してねネットのライターとして活躍してるっていうのはね、だって今なんてねもう別に適当なことを言ってもあの簡単にシェアされるかもしれないですけど、うん、当時はそのシェアというかそんな ね広がるのがないので、そこで広がるってよっぽど自力がすごいですよね、そうだから本物ですよ、そう簡単にシェアできないから、うん、でも伝えたいって思わせるぐらいこのサイト面白いよ、うん、例えばその昔のホームページって記事公開するじゃないですか、はい、どうやって人に知らせんのっていうのがね今思えばあるよ ね、うん、相互リンクですよ、相互リンク、相互リンク、相互リンクとさっきの、 あのリードミー、リードミー、リードミー、リードミーは要は RS リーダーみたいに更新したかっていうのも分かるんですよね、分かんないんだ、そこまではなくてですね、ただ毎日の順位なんで毎日のアクセス数がドーンって出る、あの単純に多分クリックあのタグで、うん、その回数を取ってランキングにしてるだけですね、であれ結構大御所になってきたら、うん、リードミーを抜けるのがステータスだったんですよ、俺はもう殿堂入りみたいなので出るんだ、リードミーはいらないってサイトから剥がすんだ、剥がすのがちょっとステータスだった面白いねそういうのね、うん、多分あのリスナーの、ね、方々も知っている人たちだとデイリーポータルの林さんとか、はい、そうですね、あとは、まあ、言わずもがなヨッピーさんとか、まあ、もともとテキストサイトやってたとか、あのヨッピーのテキストサイトは面白いですよ、あ、そうなんだ、もうすごい下品なことしか書いてないとかとか、うん、そんな感じのテキストサイトの流れを振り返りつつ、あのパトさんにいろいろとお話を聞いていきたいなと思っております、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、